さんこんにちは、まゆです。あれあれあれ、曲が変わってると思った、そこのあなたどういうテンションやねんって。 BGM もロゴも変えてみました。エピソード10ということで心機一転してみました。内容は相変わらずラフにやっていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のテーマは価値観なんですが、ここ最近自分の中で仕事に対しての価値観、食事に対しての価値観、いろんな価値観がすごく変わってきていると感じていて、どうして変わったかって多分自分に対しての価値観が変わったからなのかなと思うんですが、やっぱりね、30代になったことが大きいかもしれないです。一番20代の時ってこうガツガツしていたというか、こうなりたいああなりたいみたいな理想ばっかり追い求めていたんですけど、例えばお尻を大きくしたいとか、このモデルさんみたいになりたいとか、メイクを真似してみたりね。それが30になるとできるものはできるし、できないものはできないなって、一気に肩の力が抜けて何者かになろうとすることをねやめました。はい今とってもラフに過ごせているなと感じています。仕事に関しては今本当に楽しくて、みんなのね距離感が最高にちょうどいいんですよ。自分の感覚が変わったのが一番大きいとも思うんだけど、深入りもせず、それでいて思いやりもあって、以前エピソードで線引きをしないでお話ししたように、そういう時もあるよねって自分で自分を肯定できていて、いろんな体験を経ていろいろ乗り越えてきたんだなって感じる仲間たちに囲まれて仕事をしているので本当に心地いいんですよ。30年間生きてきた中で一番しっくりきている仕事かもしれない。本当に一応販売員なんですが、人と話すことが大好きなのと、天然石を取り扱っているお仕事なんです。まゆ自身石めっちゃ好きだから、もう一日がねあっという間すぎて仕事してるって感覚がない。嘘、それは持ったけど全くないわけではないんだけど、好きなものに囲まれてする仕事は毎日毎秒幸せなわけですよ。自分でもしお店を持ったら、あ、こんなの置きたいなとか、ああいう風にしたいな、ああいう展開したいななんてことも考えちゃったりして、本当にね面白いし楽しいです。はい、食事に対しても今自分の体が欲しているものに対して、普通に歩いていてお腹が空いた時に近くにあるもので食べたいものを選ぶという、なんかより直感的になってきているというか、なんかさ、これは体に悪いからとか、これを食べたら太るからとかさ、頭で考えるのをね一切やめました。そうすると遊びに行く先で新しい発見とかもあって、甘いものイコール体に悪いとか太るっていう概念がなくなってきています。今ほらビーガンとかギルトフリーなものたくさんあるからね、食を楽しむことも人生の大切な瞬間かなと思っています。皆さんはいかがでしょうか？お気に入りの食べ物などぜひ教えてください。はい、では本題に入っていきたいと思うのですが、先日あざとくて何が悪いのって番組がやっていて、ニューヨークって芸人さんが出ていたんですけど、田中みな実と嶋佐って人かなが合コンの話で盛り上がっていたんです。ちょっと再現しますね。落ち着きたい気持ちはないの？そんな別に考えてないですね。同い年であんまり将来のことを考えられないって。でもね、
考えすぎてもうまくいかないこともありますよ。いや、ノープランの36歳と一緒にいられない。どうせ年を重ねれば重ねるほど何も考えなくなっていきますから。だから早くいろいろ考えなくなった方がいいんですよ、とお互いバッサリ切り合うシーンがあったんですけど、これめっちゃわかるって芸人さんの方にね共感してしまったんですよね。YouTube で前も同じような話をしてるんだけど、やっぱりノープランノー天気ってダメな大人というか未熟っていうレッテルを貼られてしまうのかなって感じました。皆さんはどうでしょうか。いろんな価値観があって当然だし、どっちがいいとか悪いとかではなく、違う意見同士が話しているのを見てずっと話が平行線だったのが面白いなと感じて見ていました。でもそもそもさ、自分が計画的でいればノープランの人といても、まあ、相手がどうであれ関係ないんじゃないかなとも思うんですけどね。はい。だってさ、誰かに期待しすぎてもさ、裏切られたり思い通りにいかなくてイライラするじゃん。むしろ期待せずにフラットでいた方が、なんか気分を害されたとしてもそこに気づきが必ずあるから感謝しか生まれないと思うんですよね。マイがポジティブすぎるのかな。でもさ、前の会社でなんかここは違うなって思ったからこそ、今はこんなにいい会社に転職できたし、自分の本当にやりたいことを見つけることができて、その時は辛かったけど今思うと感謝しかないんですよね。それは友達同士であってもパートナーであっても、いろんな人と出会って別れての繰り返しの中で、嫌な出来事も含めて必ず自分の成長のために起きていることだと思うのよね。うん。あの人のせいでとか、あれがなければとか、こうだったらみたいな、いわゆるたらればですよね。人や物のせいにしても何の成長にもならなければ、なんか自分の選択にね後悔しか残らないと思うんだよね。まあそれが悪いってことでもないんですけどね。自分が自分を深く知れば知るほど自分が変わっていくことに価値があると気づくと思うんですよね。例えばさ、満員電車に乗りました。苦しくて辛いことにストレスを感じていたとします。そこに我慢したり周りの人にストレスをぶつけるより、車両を変えてみるとか時間をずらして乗ってみるとか、そっちの方が早く解決しません？まあでもそれでもギリギリまで寝ていたいからこの満員電車の車両でもいいって人もいれば、早く出てみようかなとか仕事変えてみようかなって思う人もいるかもしれないよね。まあ、なんでこんな話をしてるかって、今から着地の話をするんだけどね以前、今この瞬間でさえ走馬灯の中の一部なんだよねって言った人がいて、前の中でその言葉って結構衝撃的で、あんなこともあったな、こんなこともあったなって人生を優しく振り返る自分をね、その瞬間に感じたんですよ。自分を俯瞰してみるというか、古いアルバムを見ている感覚っていうのかな。だから実際過去にあったんだけど、この人何なの、ムカつく、超許せないって思った人が以前前の職場にいたんだけど、なんかそんなことすら私の愛おしい人生の一部なんだなって思った瞬間に、結構どうでもよくなっちゃったんですよね。なんかほら、死ぬ時にあ、こんなことあったなって許せるんだったら今許した方が楽じゃないって思ったんですよねかなり極端な話なんですけど、なんかずるずる引きずっ
て過ごす数年よりなんかさっさと許して過ごした方が楽じゃないかなって、まあこれが簡単なようでできない時もあると思うんだけどね。だから何が正義で何が悪かなんて、そんなものですら思い出になっていくもので、ジャッジを超えたその先には経験という愛でしかなかったんだなと感じています。究極ワンネスってこのことなんじゃないかなってなんとなく思っています。今のあなたは何を感じているのか、目の前の人が教えてくれているあなたの価値観、それはそれはとても深い愛をお届けいたしました。はい、着地できたでしょうか、ちょっと分かりませんが、はい、こんな感じですね。価値観はその人それぞれなんだよっていうことですね。はい、はい、ということで、それでは本日の音楽を紹介していきたいと思います。今日は古井里帆の I'm Free。 去年の夏頃ラジオから流れてきたこの音楽を聞いて、マユレーダーのアンテナがねピンと立ってしまって調べ倒したのを覚えています。北海道出身のなんと同年代の R&B シンガー、91年生まれだそうです。もうね、透明感のあふれる可愛らしい顔からは想像のつかないゴスペルのルーツを持つ彼女の歌唱力は、甘い恋とともにメッセージ性の強い歌詞も相まってつい聴き入ってしまいます。超可愛いの。社会にあふれるこうしなきゃダメ、こうした方がいいなどのいわゆる建前のようなものに縛られるものではなく、着飾らず自由に生きることが美しいというメッセージが込められた一曲になっております。あとね、リバースもいい曲だし、最近ピンクの髪という新曲も発表されました。最近の前の推しです。控えめにで大好きです。個人的にはもう少しデジタル音の少ないシンプルな生音でソウルフルな歌を歌ってほしいなと密かに思っています。はい、ポッドキャストで聞いている方はこのままで、 YouTube から聞いている方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから聞いてみてください。それでは今日はこの辺で、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではでは。